一つ目のお題は、何でしょうか。恋人は顔か性格か。なるほどですね。これはいい議題でしょう。いいでしょう。選んでもらえませんか。それもいいですね。顔派。顔派ですか。性格派。わかりました。ま、リアルでもその通りです。いきますか。用意スタートで。顔派ですね。それでは、開始。こんにちは。はじめまして。こんにちは。どうも。僕です。ケイスケです。ケイスケさん。ケイスケさんよろしくお願いします。よく知ってると思うんですけど、まあ、性格代表派。本当ですか。すごいですね。穴の顔に嘘って出てますよ、もう。え、穴の顔の嘘。じゃあ言ってますけど、穴の顔の嘘って何ですか。はい、すぐ上げ足を取ってくる。それ性格の悪いところです。すいません、ディレートがついてません。そうですね、確かに申し訳なかったです。私たちは大人なんで一回引きます。そちらからどうぞ。どうぞ。では私たちは勇気を持って育った大人なので一歩前出させていただきます。ということでですね、顔派か性格派かということですけど、はい、私たち、まあ、顔って言ったんですけども、SNS されてますよね。はい、フォローされてますよね、異性の方。うんうんうん、はい。なんでフォローしたの、正直に言ってごらんなさい。言えないのか、もしかして敵。顔が好きなんじゃないの。ちっちゃいね、その人のライフスタイルを見たいタイプ。僕はフォローしたよ。自信を持って言ってもらっていいですね。本当に中身が好きなんですか。中身しか勝たん。外見はダメということですか。では僕から言わせてもらうと、外見が確かに最初は顔かもしれない。はい、でも今回の議題、あなたたちは恋人を中身で選ばないのか。確かに確かに最初は顔だ、外見だ。はいはいはい、もっといけ。だが後に大事になってくる中身を見ないとどうする。そうだよ。おいおいおい、今ね、彼認めちゃいました。今認めちゃいましたよね。入り口は見た目だと言いましたよね。入り口がなければ中原や終盤に行くこともございません。あなたは今認めちゃったんですよ、顔派だって。そうなのか、敵。お前認めたの。認めてない。じゃあもっといけよ。ちょっとさっきから彼の意思は強いんですけど。うん、そうですね。こちら側のね、うん、じゃあ聞くけど、お前ら外見あって、うん、食べんじゃん、うん、まずいじゃん、うん、吐くよ。外見ダメだけど、あー、食べ物の話ですか。そうだよ、うまいじゃん。食べ物の話ですか。そうだよ、うまいもんとまずいもん、どっちが美味しいか分かるだろ、それぐらい。なあ、そうだよ。論点がずれています。今は食べ物の話ではなく恋人の話ですよ。例え話をしたまでですよ。頭での理解ができないようですね。あなたは比喩表現という言葉を知らない。なるほど、国語から勉強してください。初めて知りました。何ですかそれは。ちょっと待ってください。あ、盗撮ですね。あなたはなぜ今撮ってるか分かりますよ。僕たちのルックスが好きだからですよね。正確で映像で捉えることはできません。ただルックスは簡単に撮れる。見にくいですね。こちらは体温しか映りません。サーモグラフィーです。サーモグラフィーか。そうだ、デジスコですか。デジスコついてます。デジスコって何ですか。え、デジタルスコープ。これは中身が分かるシステム。おー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 、そんなことあるんですか。だから見ててくださいよ。僕たちを見ててくださいよ。俺見てくから。あいつらの中身見てる。はいはい、本当だ。え、いいですか、いいですか。え、なんで嘘つくんですか、そうやって。キッタマが右だけ大きい。ほら、右だけ大きいのかい。はい、垂れ下がってます、右に。で、こっちは、あるが鹿と一緒。あ、分かっちゃいましたか。分かりました。結局、外見が良くても良くない。外見のことしか、ほら、外見が良くても、中身がダメだと、え、外見が良くても。待ってください、玉とあるって中身なんですか。中身だよ。中身です。そう、中身。あるは中身です。え、本当に。あるは中身でございます。じゃ、ここ。外ではないです。何、ここは。肛門です。水戸。さあ、え、ここまでだ、終了とか言おう。もともとそういう声なんだ。アドバイスされてるじゃん。終了とか言おう。終了。勝者は顔派。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。やりましたね。やりましたね。やっぱり決め手はね、もうね、認めちゃったよね。なるほど。やっぱり顔言ってるし。そうなんだよ。認めてねえし。すいません、寮長の話を聞いてますか。認めてねえし。え、ガキですか。認めてもらってください。認めてねえし。もう出てますよ。やめてもらって。ほら、性格は大丈夫とかって人の話に耳を。認めてねえって。やめてもらって。愛があるってことなんですよ。バカなんだよ。ありがたりとか。あ、そういうことですね。必死なんだよ。内容が全く入ってこない。認めてねえし。全くないんだよ。必死なんですよ、彼は。中身が大切。なるほど。伝えたいんですよ。認めて。縦の糸はあなた、横の糸は私、会うべき